鈴木信夫は青森放送の元アナウンサー。愛称は、新さん。北海道札幌市生まれで、小樽市、愛知県豊橋市、名古屋市、宮城県仙台市に住む、転勤族だった。東北学院大学法学部卒業後、1970年に RAB へ入社。放送部アナウンサー、1993年より、東京支社。 後に放送部長を歴任。本社に戻った後、一時アナウンサーに復帰した。映画愛に満ち溢れた人柄で、青森県を舞台とした映画、八甲大山を、当時担当していた青森放送のラジオ番組、ナイト、ブリッジフォーユー、シネマテーク零零後にて、映画本編の音声を使用して、自身のプロデュースと、ディレクションにより、サウンドドラマ化。当時、 地方局の番組としては革新的かつ画期的なものだった。また同じく青森県を舞台にした映画海峡でも同様にラジオとテレビで PR に努める。これらの独自の番組はサントラマニアであった鈴木らしいアイディアであり視覚障害者向けとしても優れたコンテンツであった。青森放送のアーカイブ化が待たれるところである。 鈴木の素顔は二人の娘の優しい父親だが、その娘の名前は、映画、八甲田山、七人の侍の脚本家、橋本忍に付けてもらったほどの映画愛を持つ。映画作品のビデオやディスクのコレクターでもある。また、青森市での名作映画の上映にも尽力。青森では上映されない、優れた作品を、東京の配給会社へ。 自身の人脈を頼りに臆せず、積極的に連絡を入れ思いを語って集め、オールナイトで上演し、トークショーを挟むイベント、青森シネマラソンの開催。メディア側からの活動に限らず、キネマ旬報青森友の会の小柴氏と共に、青森で映画の魅力を広めた大一人者である。鈴木の影響で、映画に関わる仕事に就いた若者も多かった。 そんな新さんの教え子たちが進学のため上京した際には情報シピアを買って見たい映画を名画座に見に行きなさい。映画学科じゃなくても大丈夫。サークルは映画研究会に入りなさいなど的確なアドバイスを送り続けた。そして業界に潜り込むにはアルバイトからが一番いいとの持論から尊敬する橋本忍氏の橋本プロをはじめ、 青森の教え子たちを日本映画業界に紹介した。教え子たちが現場で働くことがよっぽど嬉しかったのか、事情を知らない青森放送の同僚や自身の妻にが今組の現場にいるんだよと自慢していたほどであった。なお、日本テレビ系長寿番組ズームインアッサの初代青森キャスターでもある。同番組は長寿の人気番組であったため、 各地方担当のキャスターも全国区で愛されていた。そこで各地方のキャスターが持ち回りで上京し、徳光和夫に代わりメイン MC を務めることもあった。1985年2月27日、東京のスタジオでメイン MC を務める予定だった鈴木だが、この日の未明に田中角栄元首相が、 脳梗塞で入院したため、急遽搬送された虎ノ門病院前から、レポーターとして、報道を担当した。そして、24時間テレビの初代、青森担当レポーターでもある。ちなみに妻とは、担当していた番組にて、青森県内の取材で出会う。初対面の妻に一目惚れした鈴木は取材後の移動中、機材が壊れたと偽って、妻の元に戻り工具を借りた。 というエピソードがある。なお、青森放送で同僚だった稲カ平とは親しい。青森オフセット印刷のホームページに、鈴木が連載していた映画愛漫才のエッセイ、シンさんのシネマトークを一冊の本にまとめ、その前書きを稲カ平が寄せた。この本は闘病生活中の鈴木を励ます。有志一同が一冊にまとめたもので、今のところ、非売品である。 2017年2月16日、喋り手として、現場復帰を目指し病気療養中であったが、残念ながら、周囲に惜しまれつつ亡くなった。満70歳。カッペイさんのラジオにて、元青森放送アナウンサーの鈴木信夫さんの不法に、接する。子供の頃、鈴木さんから、合浦公演でインタビューを受けた思い出。アナウンサー職から、 東京支社に転勤になられ、年賀状を頂戴したこともありました。映画が大好きな味のあるアナウンサーでした。ご冥福を、お祈りします。津軽つけツイッター、h t t p s t w i t t e r c o m t s u g a r u d u k e s t a ッシュ8 3 3 6 3 9 6 4 3 3 7 1 2 7 8 3 3 6 2 0 1 7年3月1日閲覧 新さんのシネマトーク新さんのシネマトーク放送部の同期は木村久子新さんのシネマトークありがとうございます